米食べよう。うん、食べたい。いいね、そんなファミレスが潰れる話。ファミレスが潰れるとかあるんだね。まあ、あるか。まあまあまあ、ありますよ。どんなにでっかい町だとしても、潰れるもんは潰れますから。まあ、そうよね。そう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 。でもあれでしょ、地元のさ、ファミレスはずーっと、あるでしょ、うん、あ、俺のところ、うん、あ、そうだ、では俺、地元の、俺沿いの。俺、だって、あそこしかないもん、ファミレス。すごくない？ずーっと潰れないでさ。だんだんもう、地元の子供たちが行くファミレス、あそこしかないんだもん、だって。え、子供たちが行くの？え、だってそりゃ、大人は居酒屋とか行くでしょ。まあ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 。もう食べていいかな？食べて。食べます。いただきまーす。どうだろう？どう？おいしい。食べた。あ、うん。おいしい。うまっ！見て。金麦の新しいやつなんか出てたから買ってみた。そしたら昨日飲んだでしょ？うん。うっそだ。そんなじゃない。そんなもんじゃない。金麦は金麦でした。もういいの。どうせ金麦から連絡来ること実態ないし。美味しかったけど。うん。うん。まあこうだよねって感じ、うんうん、だからそんな変にリアクションいりません。もう金麦待って5、6年経ちますけど一回もないんで、金麦さんから。わかんないよ。え嘘。もう待てないよ俺。もう待てない。だってわかんないよ。もう待てないよ。もう6年よ。もう待てない。もう待てない。ほんと？わかんないよ。そうそう、なんかアンバサダーになってくださいみたいな。ねえ。ないかもしれないよ。ないまさかのグルテンフリーね、米粉で揚げました。やってみました。いや、美味しいんだって。美味しいですね。あ、俺もマヨネーズ欲しい。どうぞ。うん、うんうんうん。最近うちらね、マヨネーズ欲しい。うん、マヨネーズ、うん、こっちで終わったからよって喋って。あ、マヨネーズ、ほらだってもうこうなったらもう、どうしようもない。これ、火止めた方がいいんじゃないの？うん。止めた？最近、うちらさん。うん。ご飯を食べるときに、何もつけないっていうのやってんの。テレビとかも。だからご飯やめたよね。なんで？太らないんだって、スマホが。根拠はさ。やばい、宗教みたいな。そんなないらしい。宗教じゃん。奥さん。宗教だろ。奥さん。マツコの知らない世界で。うん。この間の。そこ言わないと。なんか。だってさ、それ言っちゃったらさ、うちらもさ、ただのミーハーになっちゃう。いいよ、別に。うん。テレビとか見たり、YouTube とか見たりして食べると、やっぱりなんか満足感が薄れるというか。ね。そうらしくて。ちゃんと静かな環境の中でご飯をとちゃんと向き合って食べた方がちゃんと満腹になるっていうのを聞いて、ね、で最近やってんだけど、そうすると本当にうまいものをうまいって思えたりとか、うんね、ちゃんと噛み締めて食べたりするようになってお腹いっぱいになってきたの、うん、これ本当にそうだなって思って、うん、やっぱ何か見てるとそっちに多分集中しちゃうから意識がね、あんまり、うん、あ、なんかあれよ、あれジムとか行っても言われたわ、そういえば。あ、そうなんだ。なんかやっぱ、呼吸を意識するとか。鍛える時になんかやっぱ集中して、やるのがいいんですって。だから、でも音楽とか聴いててもまあいいんだけど、本当はなんか向き合うというか、ちゃんと呼吸を吸ったり吐いたりすることを意識しながらやるのがやっぱり、ちゃんと筋肉質になるらしいよ。あ、なんか話しかけるといいんでしょ？なんか胸にさ、胸にさ、今、鍛えられてるよ。そう、そういうのあるみたいよ。みたいよね。うん。あとやっぱ15分以上さ、うん、かけてご飯食べるのがいいらしいね。ああ、そう。満腹になるのが15分からなんだって。ね。満腹？あ、じゃあ、そうだね。熱いね、きまーす。はい。自家製のスンドゥブ。嬉しいよ。ありがとう、ありがとう。うまい。え、食べれる？え、辛い？え、マジで？やめとく？俺食べる。食べる。うまっ。
おいしい。おいしいおいしい。まあ、本当に無理せずに。うん。多分山椒も入れたから。ああ。おいしい。うん。うん、うん。いや、マヨネーズかけよう。うん、うん。痩せるからとか言いながらさ、マヨネーズしっかりかけるから。気にしてんの？そういうの。痩せたりとか。あ、気にしてる？気にしてる。ちょっとね。でもやだよ、俺、牛した時になんか、ガリガリ ここまでなったらもう。ならないから。ここまで。嫌だよ、俺。ならねえよ。体格でどうこうっていうのはあんま良くないけど、ちょっと頼りないですよ。まあね、そうね。うんうんうん、細いのは。わかる？説得力。うん。わかるよ。うん。かけていい？うん。こっちはね。見て。カロリー 30% カットだから。うん。うん。気にすんね。まあ気にしといて。悪あがき。でも買った時は全然気づいてなかった。今見て、あ、30% カットじゃん。そうだよね。何かカロリー？うん。うまい。うん。大丈夫。辛いよ。結構辛いよ。うん。うん。お米とかで一緒に食べる方がいい。もしたら、スープあんま飲まないとかにしなさいよ。まあまあ、ちょっと様子見てね。あ、おいしい。しあれ唐揚げ、あ、自分の唐揚げだけマヨネーズつけた感じ。そう。あ、全部いいよ。あ、ほんと？ちょっとね。夏休み前にね、二人で旅行に行きたいねって話してるんだけど。どこがいい？やば。バレるじゃん。そんな。じゃあバレないよ、別に。教えてって言ってるだけでどこに行くか言わないから。あ、すいません。それはそれだね。今月何日にここ行きますみたいな。言わないよー。みんな来ちゃうでしょ？誰も来ねえよ。来ないかな？来ない。前回さ、はい、旅行行ったのってさ、うん、沖縄だよね。うん、そう。いつだったっけ？去年。あ、去年か。うん。いや、ぼちぼち行きたいね。そうだね。沖縄もまた行きたいんだけどね、ほんとは。うーん。じゃあちょっと、ダメなんすよ、俺。ああ、そうね。ちょっと沖縄の、ね、持ってきちゃうから。沖縄のオーラがすごすぎて。うん。本当に、あのね、沖縄行くと俺、絶対体調悪くなる。うん。うん。なんかそういう人いるよね。やっぱでも沖縄って、なんか、あれなのすごいんだよね。もう、スピリチュアルの、あの、島というか。そうよ。うん。よく聞く。いや、そんなこと言ったら、まあ、結構日本中どこでもそういう場所はたくさんあると思うけど、うん、それこそ富士の樹海とかさ。ああ、そうね。沖縄行くとね、体調悪くなるの。うんうん。毎回よ。毎回。本当に。今年大丈夫かなとか思いつつ行っても、やっぱり体調悪くなるね。一週間ぐらい寝込んじゃうの。沖縄行くと俺。なんだろう。なんか、お守りとか持ってった方がいいのかな。現地にいる時は平気なんだけどね。え、ただの疲れじゃね？嘘。でもそんなことないでしょ。いや、沖縄俺なんかあんだよね。ちょっと弱いんだよね、沖縄に。また来た。うん。どうなるかわかんない。でもまたさ、これで2回行って2回ともダメだから、うん、また行くじゃん。それで体調悪くなったらもう本当に良くないと思うよ。3度目の正直ね。うん。いいよ、だからもう一回行っても。まあそのうち行こうよ。うん。で今回はね、ちょっと、目標があって、何？夕日を見たいんだよね。何言ってんの？出ました。何が？言い出しっぺがこの人を、突き放す発言。翔ちゃんが言い出したんだからね。夕日見たいって。恥ずかしいからやめて。うん、いいじゃん。だってさ、あの、千葉のさ、あの夕日めっちゃ綺麗だったよね。大好き。ね、うん。すごかったよね、あれね。見てない人はあの動画見てほしい、うん。めっちゃ綺麗だから。いつもね、持ち丸の散歩してる時に、夕方行くんだけど、毎回言うよね。綺麗っつって、夕日が綺麗っつって。ロマンチストな、この人。どんな映画とかどんなドラマよりも結局夕日を見て育ちました。うん。え、あれ好き？三丁目の夕日。三丁目の夕日見てないの？夕日なの？いや、知らんけど。タイトルが。Always 三丁目の夕日でしょ。うん。出てくるよ、きっと。俺もちゃんと見てないんだよな。え、でも好きだと思うよ。うん、好きだと思う。え、増える？大丈夫？
食えてる、大丈夫、食えてる、うまっ、おいしい、これくらいだったらまだいけるかも、辛さだったら。なるほどね。うん、なんかアホみたいな辛いやつあるじゃん、あのプルダックポックンモン、プルダックポックンミョンみたいなやつ、うんうん、とかあれは本当に一口でもう無理ってなったもん。うん、わかるわかるわかる。しょうちゃんいけんじゃん。うん、あんま好きな辛さではないけどね、得意な辛さではない。どの辛さが得意なの？唐辛子？え、プルダックポックンミョンってあれ結局何なの？何の辛さあれ？唐辛子じゃないの？唐辛子の辛さはいけるかも。うん、あれは何なんだろうね、何の辛さなんかちょっとわかんないけどね。あれ食べたことないもんね、はい、ペヤングのさ、あ、ない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 、あの極辛みたいなやつ、鬼の鬼みたいなやつ、多分無理無理よね。なんでこんな激辛好きなんだろうね、日本人って。あ、日本人だけじゃないけど、他にも少ない人いるけどさ。なんでそんな意地が悪いさ、辛いやつ作るんだろうね。あれでしょ、ネタ？ジェットコースターが好きな奴らみたいなもんでしょ。ちょっと刺激？そういう感じじゃない？刺激ね。うん。まあ、刺激は欲しいわ。たまにはね。あ、うまっ。これはうまいね。いや、美味しいよね、うん。グルテンフリーにするために、米粉ね、揚げたの。うん。翔ちゃんが揚げてくる。しかも、下味を出汁にして、うん、昆布出汁と鰹出汁。マジでうまい。美味しい。やってみてほしい。うまい。あと油なんてもう、全然。ちょっと多めの、あれよね、フライパンの炒め物にするくらいの。うん。やってみて。マジでうまい。お腹いっぱいになるよね。なってるね。なってる。まあ正直なんか、テレビ、急いで見るもんなんてないけどね。そうよ。うん。見たいなら録画しとけばいいかな。うん。それこそさっき地震がちょっとあったじゃん。うん。そういう時はさ、地震速度4とかさ、うん。ちょっと気になって見たい、その場でね、すぐ見たいとはなるけど、無駄もんね、ほんのね。うん。ならないよね。でもこの動画を撮りながらっていうのはどうかっていうの問題あるけどね。まあね。いやまあ。まあちょっと薄々感じてたけど。ながらじゃんみたいな。会話を楽しんでんだよ。こっちは。ね。テレビ見らずにご飯食べるから、なんかちゃんと喋ってるよね。向き合って。確かに。で、大した話をしないよ。うん。え、どうしよう、どうしよう。お腹いっぱいかも。え？え？いいよ。何が？いいよ、そんな。お腹いっぱいじゃない。お腹いっぱい。いや、本当にお腹いっぱいかも。え、てか、嫌なんだけど、俺。自分が小食になるの。大丈夫だ。俺、本当嫌だ。あんたの悪いところはね、うん、お腹いっぱいになったって言って、すぐ、数分後に、お腹すいたって言うところよ。ああ、確かに。本当に言うからね。さっきお腹いっぱいって言ってたよね。言ってた。なんか食事の途中でさ、それあるよね。ある。途中でお腹いっぱいになったって、まだ全然食べれるみたいな。確かに。うん、一瞬来るんだ、満腹が。うん。で、その後、すぐ、空腹が来るんだ。じゃあ、しょうがない。いや、てか、別にお腹いっぱいになっても食えるって話。ね、もう3杯目ご飯予想としてるもんね。うん。いや、お腹いっぱいになるけど別に食べれる。無理して食べなくていいよ。え、小食になるとか嫌なんだけど、これ。でもやっぱりさ、美味しいのをお腹いっぱい食べれるっていうのが幸せよね。いや、だから体型とか変わんないならいい。体型とか変わんないなら一生食ってた。だから大食いの人ほんと羨ましいよね。うん、体型変わんないしさ。うんうん。でも大変や、食費が。月50万とかよ。自分で好んで食ってんのか、動画のために食べてんのかっていうのではもうあるじゃない。まあ。どっちなんだろう。食べなきゃ、頭がおかしくなりそうってわけじゃないでしょ、きっと。なるほど。大食いの人たちって。うん。でもそれこそなんかテレビに出てる人たちは、うん、なんかトレーニングも兼ねてんじゃん。多分食べることで、湯を膨らまして、その大会とかの時に、食べれるみたいな。そうね。だから普段から食べとかないとみたいなのは、ありそう。あ
だからスポーツ選手と一緒よね。あ、まあそうね、スポーツ選手よ、大食いの人たちは。アスリートよ、うん、大変よ、大変だと思う、うん、お金もかかるし。で、なんかちゃんと美味しそうに食べてほしい。なんか本当に美味しくて食べてる、美味しくて食べてないかもしれないけどさ、なんだろう、頑張って食べてますみたいなのがちょっとあんま好きじゃないよ。やっぱテレビとかだとそうなっちゃうよ、どうしても。うんうん、そうだね。うん、YouTube とかだとまださ、好きなものを食べる、好きなだけ食べるみたいな回があるからさ、そういうのは本当にいいなと思う。ああ、やっぱテレビがどうしてもさ、全然余裕で食べれるだろうっていうような量をさ、制限時間ギリギリで食べさせるところあるじゃん。そうそうそう。ね。そうそうそう。まあね。うん。多分演技してるんだと思うよ。そうね。苦しいみたいなさ。うん。なんか出てきたとか言いながらさ。わかるわかる。全然そんな余裕だろうと思いながら見てるけど。帝都の大食い選手権なんてそんなもんじゃないもん、ね。そんなもんじゃないよ、ね。寿司百貫とか全然さ、ね、やってる中で。もっとだよね。そんなもんじゃないのよ。ステーキとかもさ、うんうん、何キロ食ってるの ?10 キロ近く食ってる時あるじゃん、大会とかで。そんなに比べたらさ、それでなんか、テレビの大食いとかさ、ね、なんか3キロ大食いとか言ってさ、うん、そんなもんじゃないもん。知ってるもん。全然余裕でさ、食ってそうな気がするけどね。うんうんうん、まあ食べ物によってはさ、食べづらい、食べやすい、あるだろうと。まあまあまあ、そうね。まあ好きだけどめっちゃあ、まあまあ、まあ、めっちゃ好きで見てるけど、翔ちゃんはもういつまでも美味しく食べてね、何でも、うん、それが翔ちゃんの良さだから、うん、そうかね、うん、ほんと翔なんか美味しそうに食べるよね。それがいいところだと思う。だから作りがいがあるもん。なんか何作ろうかなって言ってる段階でさ、すっごい笑顔になってさ、あ、美味しそうみたいなさ、想像しながらもう、あれしてんじゃん。わかんない。食べてんじゃん。そうなんかな。うん。あーみたいな。うん。めっちゃ可愛い、それが。あ、頑張って作ろうと思う。だーってさ、すごいね。何？いや、こないださ、それこそテレビ見ててさ、なんかながら、なんか YouTube とか見ながらとご飯食べてる人がさ、うん。しかめつられ食べてんだよ。いやー、美味しくないのかもね。食べんなよと思うよね、そしたらね。作った側からしたらさ、そう思っちゃうじゃん、うん、お店とかでもさ。うん。うんうん。結構大変じゃん、作るのって。いや、だからもう贅沢、本当に贅沢。贅沢ね、うん、本当に。美味しいものを、ちゃんと美味しいって噛み締めてるかもわかんないけど。うん。ちょっと贅沢じゃない？慣れすぎ。いいものを食べるのに。そうね。うん。って僕は思う。なんかもちろんさ、その自分で働いたお金とかは別にで買う、うん、買う食べ物とかどう使ってももちろんいいと思うし、うんうんうん、ちゃんとその作った人たちの対価は支払ってるものだとは思ってはいるけど。うん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 。そうね、うん。食べれることに足りない部分は。いやーってすごく思うね。なんか、全然。うん、辛くなくなってきた。うん、確かに。ねえ、もちゃん。うん。いいよ。ねえ、どうした？今日のもちまる登場させとかないと。いつもと一緒よ。いつもと一緒じゃない。今日のもちまるは違う。じゃあ、昨日のもちまるとどう違うか教えて。若干成長してる。何よ？どこが？縦と横。もうどんどん可愛さがさ、増してってんだから、ほら見て。こんにちは。こんにちは。大きくなってる。変なとこ入った。大きくなったよね。顔